2024年シーズン、セリーグ優勝候補筆頭の阪神がここまで苦しんでいます。昨季リーグ優勝日本一の原動力となった自慢の投手陣は今季も健在ですが、現在リーグワーストのチーム打率2割2分1厘というデータが示す通り、打撃陣が足を引っ張っており、なかなか波に乗れません。ここまでの頻打の大きな要因は、チームの軸である大山雄介、佐藤輝明の不振でしょう。昨シーズン不動の4番だった大山雄介は絶不調に陥り、佐藤輝明もここまで打率2割3厘、本塁打3本と低迷しています。昨季チーム内本塁打打点が1位の佐藤と2位の大山。阪神の得点源である2人が同時に不調に陥るのはチームとしても想定外だったでしょう。シーズンも中盤に差し掛かる中で未だ解消されない得点力不足。この異常事態に緊急トレードの噂が出てきました。阪神が欲しいあの選手。大山不在、佐藤不振の穴を渡辺亮、原口、糸原で何とか埋めようとしている阪神ですが、打線の迫力不足は否めません。ある阪神 OB は、打線を強化しないと取り返しがつかなくなる。本来は1番打者の近本浩二が4番起用されるなど、打線が壊滅的な状態。前川右京などの若手も出てきたが、多少の出血覚悟で強打者を獲得すべきだと思うと語ります。岡田監督からしてみても、経験豊富な糸原、原口に関しては、できればスタメンではなく、終盤の代打の駒として残しておきたいでしょうし、その方が相手チームも脅威のはずです。以上を踏まえて、今の阪神に必要なのは、ファーストまたはサードを守れて、かつ長打も期待できる打者だと考えます。そこで獲得候補に上がるのが、千葉ロッテの安田尚憲選手です。履正社高校からドラフト1位でロッテへ入団した現在25歳の安田は、スイングスピードの速さと遠くへ飛ばす非凡な打撃技術を持っている大型内野手です。本塁打も期待できる打者ですが、ライナー性の打球が多く、鋭い打球で外野手の間を抜く場面の多い中距離打者とも言えます。守備に関しては本人は自信がなかったと語るものの、当時の鳥越雄介ヘッドコーチの指導のもと練習を繰り返し、2022年および2023年のサードとしての守備率はそれぞれ9割7分7厘、9割6分5厘とリーグ最高の数字を残しており、安定感抜群の守備力を発揮しています。入団以来長距離砲として期待をかけられ、2020年から2023年までの4年間はいずれも1軍で350打席以上与えられた安田ですが、特筆すべき成績は残せず、2桁本塁打に届いたシーズンは一度もありません。今シーズンもここまで28試合に出場し、打率2割4分7厘、本塁打0本、 OPS637 と長打力を発揮できず、現在は2軍で調整を続けています。ロッテで殻を破りきれない安田にとって、阪神へ移籍することは、長距離打者から中距離打者へモデルチェンジするいいきっかけになるのかもしれません。阪神の本拠地である甲子園球場は、ライトからレフトへ強烈に吹く浜風により、ライトへの大飛球はほとんどスタンド手前で失速します。そのため左打者泣かせの球場とも言われますが、この浜風が安田にとって逆にプラスに働くと考えます。阪神の左打者はこの球場の特性もあり、本塁打はあまり求められません。鋭いライナー性の打球が魅力の安田にとっては、無理に本塁打を狙いに行かず、自分の打撃を貫くことに集中できるのではないでしょうか。阪神は現在チーム長打率2割9分8厘というセリーグワーストの数値が示す通り、安打が出てもほとんど単打です。そのため1イニングに複数安打が出てもなかなか得点につながらず、残塁の山を築いている状況ですが、安田のような2塁打を量産できる選手がいれば一気に複数得点を狙えるので、今の阪神に最も必要なタイプの選手とも言えます。昨シーズンの交流戦で見せた甲子園での三塁守備の安定感を見る限り、土のグラウンドでの守備もそつなくこなせるでしょう。阪神の放出候補は誰？
ロッテが獲得したいのは間違いなく中継ぎ投手でしょう。ロッテは守護神の増田直也が2軍降格を経験するなど、防御率 3.78 と本来の実力を発揮できずにいます。チームの救援防御率も 3.68 と最下位西武に次ぐリーグワースト2位の数字が示しているように、中継ぎ陣に不安を抱えています。増田の34歳という年齢も踏まえて、将来のセットアッパー、クローザー候補は喉から手が出るほど欲しいでしょう。そこで候補になるのが湯浅敦樹投手です。富山 GRN サンダーバーズから2018年ドラフト6位で阪神へ入団した現在24歳の湯浅は、躍動感あふれるフォームから投げ下ろす最速156キロの速球、落差抜群のフォークを中心に投球を組み立てる奪三振能力の高さが魅力の中継ぎ右腕です。聖光学院高校1年時には腰痛を発症し、マネージャーへの転身を余儀なくされるなど苦労した過去を持つ湯浅ですが、独立リーグで才能を開花させました。富山 GRN サンダーバーズに入団した湯浅と同じタイミングで、監督として就任した伊藤智仁現ヤクルト投手コーチとともに投球フォームの修正、体作りを行い、直球は当時自己最速の151キロを計測するなど大きく成長し、独立リーグ入団から1年で阪神への入団を果たしました。2022年にブレーク、タイトルを獲得、 WBC でも活躍。入団から2年間は腰の怪我で1軍登板はなし、2軍でもほとんど登板することはできなかった湯浅でしたが、3年目の2021年シーズン、2軍公式戦で2シーズンぶりに実戦登板を果たすと、直球は自己最速の153キロを記録します。その後も好投を続けた湯浅は、6月1日に入団後初めて1軍へ合流しました。3試合に中継ぎ登板して防御率 18.00 と結果を残せず、6月6日には1軍登録を抹消されてしまいますが、貴重な経験を積みました。そして4年目の2022年シーズン、湯浅がブレークを果たします。プロ入り後初めて1軍の宜野座キャンプに抜擢されると、首脳陣へのアピールを続け、開幕を1軍で迎えます。4月6日の DeNA 戦で11回表に登板し、プロ初ホールドをマークすると、それ以降は主に勝ち試合の8回を担い、4月中旬から6月中旬にかけて17試合連続無失点に抑えるなど、安定した活躍を見せます。6月24日の中日戦で念願のプロ初勝利を飾るなど、チームの勝利に貢献し続けた湯浅、その活躍が認められ、オールスターゲームにはファン投票のセリーグ中継ぎ投手部門トップで選出されました。後半戦に入っても勢いは衰えず、8月から10月にかけて28試合連続無失点を記録するなど、終わってみれば59試合に登板して防御率 1.09、 2勝3敗、奪三振率 10.40 という圧倒的な成績を残してシーズンを終えます。 CS ファーストステージではプロ入り後初めて1軍でセーブシチュエーションを抑え、来季へ向けて貴重な経験を積みました。湯浅にとってはこの年最優秀中継ぎのタイトルと新人特別賞を受賞し、年俸も昇給率 840% の4700万円で契約更改するなど、華々しい1年となりました。新人特別賞の表彰式で湯浅は、来年は今年以上にチームに貢献できるようにしっかり準備していきたいなと思います、そしてまたこの場に立てるように頑張りますと、来季に向けての意気込みを語りました。迎えた2023年、湯浅は WBC 日本代表に選ばれました。準決勝のメキシコ代表戦で勝ち越しを許した山本由伸の救援として、ワンアウト1・3塁という大ピンチの場面で緊急登板した湯浅は、4番のローディ・テレスを三振に打ち取るなどの好投を見せ、最終的に1失点で切り抜け、チームの逆転サヨナラ勝ちと、その後の日本代表の世界一奪還に大きく貢献しました。疲労と怪我による不調でトレード候補に。 WBC を世界一で締めくくり帰国した湯浅は、開幕からクローザーとして期待されます。
湯浅は開幕から7試合に登板し、防御率 0.00、5セーブと好調を維持していたものの、蓄積疲労を考慮され、4月16日に出場選手登録を抹消されます。後に右前腕の肉離れが発覚した湯浅は、約1ヶ月の2軍調整を経て、5月26日の巨人戦に1軍復帰即登板を果たしましたが、直球のキレは本来のものではありませんでした。そして6月3日のロッテ、シーズン11試合目の登板で8失点すると、そこから3点差を追いつかれ、セーブ失敗してしまいます。ベンチへ戻る際は、悔しさから帽子を叩きつけるシーンもあり、責任感の強さを示した湯浅でしたが、続く8日の楽天戦では2四球でピンチを招いた挙句、小深田に逆転サヨナラ本塁打を打たれます。15日のオリックス戦では頓宮、杉本にそれぞれ本塁打を浴び、2週間で3度のセーブ失敗となった湯浅は翌日に出場選手登録を抹消されました。セーブ失敗の試合で打たれた3本の本塁打はいずれも力を込めた直球がすべて高めに浮き、フォークも思うように操れず、カウントを取りに行ったキレのない球をスタンドに運ばれたものでした。今まで味わったことのない腕の感覚だった。ボールが指にかかる感覚がないというか、抜けていく感じ。オリックス戦の時は正直本当にきつくて、ボールを投げたくないという心境だったと、シーズン終了後に本人が当時を振り返るほど、湯浅の右腕は危機的状況でした。登録抹消された日に、前回の抹消の時は少し焦りもありましたが、今回は焦らず万全な状態にしますとコメントを残しました。湯浅は2軍で調整を続けましたが、1軍復帰直前の7月下旬に左脇腹を負傷し、レギュラーシーズンでの登板が絶望的になりました。湯浅の2023年シーズンは15試合に登板し、防御率 4.40、 0勝2敗8セーブという悔しい成績で幕を閉じました。しかし湯浅はポストシーズンでの復帰を目指し調整を開始し、10月には2軍で実戦復帰を果たすと、オリックスとの日本シリーズ出場資格者名簿40人枠に名を連ねました。そして阪神の1勝2敗で迎えた日本シリーズ第4戦、同点の8回2アウト1・3塁という絶体絶命の場面で復帰登板を果たすと、渾身の直球で中川圭太を内野フライに打ち取り、無失点に抑え、チームのサヨナラ勝ちに大きく貢献します。この起用について岡田監督は、湯浅が出てくるとファンの声援でね、ガラッとムードが変わると思ったんでねと語りました。普通の野球を常々口にしていた岡田監督にしては、この投手起用は博打のように見えました。いかにこのシリーズ、この試合がオリックスペースで進んでいて、阪神が追い詰められていたのかが分かる投手起用でしたが、湯浅は監督の期待に見事応え、チームに流れを手繰り寄せました。続く第5戦でも好投し、チームの大逆転勝利に貢献し、チームは第7戦までもつれた末に38年ぶりの日本一達成を果たしました。湯浅にとっては苦しいシーズンでしたが、日本シリーズで復調の兆しも見え、シーズンオフには岡田監督が来シーズンに向けて、一番の新戦力は湯浅やでと語るほど、湯浅の復活に期待を寄せました。優勝旅行を辞退し、アメリカで投球フォームの動作解析を行うなど、試行錯誤を重ねてきた湯浅でしたが、2024年シーズンはキャンプから本来の球が投げられず、2月下旬には2軍降格。今シーズンここまで1軍登板はなく、2軍でも防御率 7.41 と精彩を欠いています。自分の投球を見失っているようにも見える湯浅。投手育成に定評のある吉井監督率いるロッテに移籍することは、湯浅にとっても復活のきっかけになる可能性があり、両球団メリットの多いトレードになりそうです。阪神打線が鳴りを潜め、ここに来て新外国人を獲得しておかなかったことが響いています。今から戦力補強となると、他球団に取られないよう早めにトレードを決めることが大切ですね。湯浅と安田のトレードについてご意見ご見解をコメント欄で教えてください。他のトレード案もありましたら、合わせてコメント欄に書き込みしてくださいませ。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。
またトレードに関する動画を投稿していきますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。今回も動画を見てくれてありがとうございました。